いただきます。今日は先日、お土産でいただきましたこちらのソルロンクッパ、牛肉を煮込んだなんとかスープって書いて、昨日の夜からまた頭痛くなっちゃって、ちょっとね、本当は編集作業をやんなきゃいけないんですけど、編集作業、いただきます。美味しい。すごい野菜の味とかする。お肉の味もしっかりするし、美味しい。3日連続で頭痛いから、なんかこのまま死ぬんじゃないかなとか思っちゃったりして。まあ突然死んでも、まあそれが人生で、ただ心配なのはビーちゃんのことだけ。頭が3日間痛いっていうのは今までにちょっとなかなかないね。しかも熱がそんなないんですよね。ほんと微熱ぐらい。ビーフも美味しい。美味しい。昼間にこれね、ご飯を自分で作って、そのご飯に、かけるタイプですね。このスープとこの野菜がちょっと入ってるんですけど、野菜と、大根なのかな、これ。大根のような気もするけど、玉ねぎじゃないね。大根だと思う。スープはすごい、いろんな味が出て美味しい。ちょっと七味をかけてます。今日はキックボード届いたんで、いろいろ頭痛い痛いと思いながらずっとちょっとカスタムしたり、本当はやらなきゃいけない作業がいくつかあって、ただちょっと頭痛いから、なんかこう安静にしてた方がいいのかなと思って、パソコンもあまり見ないようにしてます。昨日イブ飲んで一時的には収まったけど、もうすぐオフ会なんで、オフ会はなんとか終わらせたい。それまでちょっと なんとか。
ごちそうさまでした。今日は こちら日本からお土産でいただきました。卵とかちょっと、海苔とかかけても美味しいと思う。簢単に、ご飯にかけるだけで食べれるんですごく、おすすめ。ちょっとこんな感じで体調が悪い時、頭痛い時とか簡単に作れるんでね、いいと思う。コリアンライススープか。それでは、皆さんもね、体には十分に気をつけて、過ごしてください。ハワイのスリでした。